サンキストは4月11日、楽しい簡単彩りオレンジカット教室を東京日本橋で実施しました。これはオレンジデーの認知度向上とサンキストネーブルオレンジの PR を目的として開催されたもので、会場には約30名のインスタグラマーやマスコミ関係者が招待されました。オレンジデーとは2月のバレンタインデー、3月のホワイトデーに続き愛を確かめ合う日として4月14日に設定されたイベントのことで、オレンジやオレンジ色のプレゼントを贈り合う日とされています。会場では可愛い食卓研究家のキャラキャラ氏が登壇。見た目が可愛く SNS 映えするオレンジのカット方法を紹介します。家族団らんで楽しんでいただければとカットオレンジの妙技を披露しました。デモンストレーション後は参加者によるカットオレンジの実習、ネーブルオレンジを使用したちらし寿司、サラダの試食も行われ、会場は盛り上がりました。キャラキャラさんにお聞きしました。やっぱり日本ではバレンタインデーとか恋人同士でっていう、こうイベントとかっていうのは結構あると思うんですけど、家族とかね、そういうなんか身近な人でとかって、友達にとかっていうね、感謝するっていう日っていうのはあんまりないと思うので、なんかこのオレンジデーっていうのはすごく新しくていいかなっていうふうに思います。結構サンキストさんのオレンジはすごく甘くて美味しいオレンジなので、こう生ハムとも相性がいいので、こうメロンに生ハムとか桃に生ハムみたいな同じような感じで、オレンジと生ハムを合わせて、でカッテージチーズも乗せて、サラダにしてます。でドレッシングの方にもオレンジの搾りたての果汁を加えて、オレンジの風味のドレッシングにしてます。でやっぱりこう華やかな、食卓にでの食事ということで、飾り切り、オレンジの飾り切りを、ドレッシングのグラスに揃えました、はい。サンキストグロワーズは1893年に設立された世界最大の柑橘生産出荷組合、柑橘生産農家が何代にもわたって農園を守っています。サンキストオレンジやレモン、グレープフルーツなど様々な果物は北米、日本に輸出されています。